パノラマ世界史の補足事項他にありますか？あ、ですね、これはまあ、ところどころにですね、ネクストステージっていうのがついてるんですよ。文法じゃないですよ、英語は。ネクストステージっていう、まあ、南関大対策ってところとかがついてりして、はいはい、武田塾教務主任の中森です。中森先生の弟分、武田塾教務の高田です。高田先生、はい、今日の一冊は何でしょうか？今日の一冊は、金丸のパノラマ世界史です。はい、2冊のやつですね。はい、はい、この参考書はどんな参考書ですか？まあ、世界史の講義の本ですね、はい、面白いこととか、あとナビゲーターの講義部分とか、まあ、教科書とかね、そっち系な系統で、はいはい、で中身に関しては、まあ、講義中心で、その講ごとのラストにチェックテストっていうのがついてて、まあ、そのチェックテスト自体はそんなに量多くないみたいな形で、本当に確認程度っていう感じですね。じゃあ講義がメインの参考書ってことですね、はい。詳しさとかはどのぐらい詳しいんですか？いや、もう分かりやすいし、かなり詳しいし、完全にゼロからって人でも、まあ割といけるんじゃないかなという形。本当に全くって人だと、まあ、それこそ中学の世界史だったらやばいって人だとちょっときついかもしれないけど、まあでも入試世界史1からやっていく分には問題なくいけるかなという形でね、はいはい。ただチェックテストがそんなに量多くないから、これだけ読んで覚えようって言ってもちょっと辛いかもしれないんで、まあ例えばスピードマスターとか、はい、ツインズマスターとか、はい、あの辺を一緒に例えば使って、はい、まあ覚えながらこれを読み込んでいくみたいな使い方がいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、講義だけやったらどこを覚えたらいいかっていうのはいまいちわからないんで、問題集とセットで使うことで、まあ、威力を発揮するというか、そうですね、それが世界史の勉強法だよってことですね。はい、はい、パノラマ世界史の補足事項他にありますか？あ、ですね、これはまあ、ところどころにですね、ネクストステージっていうのがついてるんですよ。文法じゃないですよ、英語は。はい、はい、ネクストステージっていう、まあ、南関大対策ってところとかがついてりして、はい、まあ、例えばそのフランス革命と奴隷制って何みたいなこととかについて書いてあったりみたいな形で、南関大に向けての整理のポイントとかもあって、そのメインの説明は本当になんていうかまとまってて、詳しすぎない良さっていうのがあるんですよ。分かりやすいけど別にそのマニアックじゃないというか、すごいよくできてるんですけど、でもそれだけだとちょっと足りないワンポイントを掘り下げてくれてるというところで、その南関大志望の人でも使いやすい。あと文化史のページとかがすごい綺麗にまとまってて見やすいんで、文化史苦手な人とかもこれ、まあ、読んどくと非常にいいんじゃないかなっていう感じですかね。わかりました。そうですね、じゃあ初学者でも世界史の講義だったらこのパノラマ世界史読めば大丈夫。はい、今日の参考書は以上です。皆さん、武田塾チャンネル登録よろしくお願いします。そして無料受験相談受付中でございます。皆様の申し込みお待ちしております。